いやっちゃいます。大丈夫です。そしてやっちゃいます。逆です。今のところチンパンジー2人で今のところ今のところね暫定チンパンジー暫定チンパンジーってことですね。やってまいりました。はい、今日も元気に姫路城。おお、何の大丈夫ですか。 MHK あらす全くすいませんでした。調子しましたってことですね。はいやばい、弟ではですね、今日はですね、またおなじみのハンデマッチを。ハンデマッチ来ました。よいしょ。前もう定番シリーズですよね。定番シリーズとしてやってきて、はい、ってことですね、今回は、はい、キヨキヨさんに、はい、レア度をね指定してもらおうかなと。ほうほうほう。で俺は、はい、前はドズさんとやったのが、うん、ノーマルだけだったんですよ。ノーマルですね。やっぱでもドズさんやっぱちょろかったんで余裕だったんですよ。ドズさんちょろかったら僕大変なことになりますけどね。いや違う、僕だってもうプロを超越した男としてね、名高いですから。いやもう、ええ、ここっすもうここみんなはあっここなんですよ。まあなんでまあ漁協さんに、はい、まあ俺に使わせるレア度を指定してもらって、まあ俺はそれしか使わない。なるほどっすね。まあ別にノーマルでもいいですし、はいはいはい、まあ、別に何でも、何でも、え、いいっすか。いいっすよ、お任せ。スーパーレア。スーパーレアか。なるほど。結構そのノーマルカードはいろんなデッキに入るカードが多くて、はい、うん、確かにでなんかどんどんこう尖ってくんですよね、性能が。確かにナイトとかね、はい、まあそのゴブリンギャングとか使いやすい、サポート。そうですね、どんなデッキにでも入るっていう感じではありますね。がノーマルですよね、はいはい、でスーパーレアとかウルトラレアって結構その、はい、本当に尖った能力があるみたいな。尖った、そうですね、確かにのが多いじゃないですか。はいはい、スーパーレア結構微妙だと思うんですよ。絶妙な嫌さというか。でも正直まあ余裕っす。まあ大事その気持ち大事ですよね。この気持ちをね大事にしていく。え、僕はなんかそういうのあるんですか。そういう、まあいらないんじゃないですか。いらない。いらないっす。あ、もう普通でいいと。何でもいいっす。わかりました。じゃあ行きやすく、じゃあ僕はまあ僕が好きに行きますよ。僕はそしたらそうですね、はい。ということで、レア度やって、スーパーレアですね。見て分かったんですけど、はい、強いカード多いっす。いやでも強いカードが多いっす。強いカードしかないんですよ。ああ、逆にやっぱりそのそれこそ AKB じゃないですけど、ああ、いろんな人がいるから。なるほど。面白いしエンターテインメントなんですよね。ええ、すぐエンターテイナーの血が騒いじゃうっす。そうなんですよ、うん、やっぱりね、やっぱり大事っすよ、ね、僕は AKB ですよ、言ったら乃木坂ですよ僕は。おうおう。でもスーパーレアしか選べないと、はい、その本当にこう一部なんで。あ、なるほどね。まあ確かに、はい、だからどのやっぱグループも、まあ言い方があるかもしれないですけど、はい、やっぱどのレア度が、全てのレア度があっての。そうなんですよ。歌が上手い人もいれば、本当に可愛い人もいれば、トークが上手い人もいれば、いろいろいるんですよ僕のデッキはね。なるほど。ライキさんのはもう例えばトークが上手い人しかいないんですよ。そうするともうバッティングしちゃって、もうごちゃごちゃになっちゃう。それエンターテイナー。甘いっす。甘いっす。甘い甘い甘い。ってことで、さあ、まあ僕クラスの腕前になってくると、トークが上手い人だけでも、はい、やっぱ出来上がっちゃうっす。出来上がっちゃうっす。なるっすね。まあ一旦ちょっと様子見の。はいはい。なるほど。一旦様子。おお、なるほど。さあ。確かにそっか、トルネードもあれだな。忘れてしまいますね。さあ、ここは僕はもう、はい、ちょっとアーチャーセッパーで、ね、アーチャー。ロイホグアーチャー。ペッキー、確かに。ペッキーですよ。確かにペッキーもそれで言うとそうですよね。時代はペッキーですよ。あれ、こっちに2台出しちゃった。と見せかけてですと見せかけるパターンですね。いや、僕もエンターテイナーでやってますんで。見せかけるあるあるは。職業。エンターテイナー。おぉ。ぽい。あー、これちょっとまずいですね。あ、これまずいな。これ本当にまずいな。
終わった。終わった。早くないですか、大丈夫。やっぱ、いや違うんですよ。別に僕もエンターテイナーなんで、そんな。これいや、これまずいな。だいぶまずいな。さてはまずい。まあ、やっぱエンターテイナーなんで。まあ、こっからが大事ですね。こっからを大事にしていきたいですね。ですね、やっぱり。スーパーですね。あ、もう、全然。あ、はいはいはい。懐かしいっていうのはないですか。よろしくお願いします。さあ、これまずいな。これちょっとまずいんで。さてはまずい。さてはまずい。はいはいはい。はい、うわぁ、ペッキーか。ペッキングっすね。ペッキング？でも割とペッキングですね。ペッキング目のペッキングっすね。ペッキング、ペッキング系 YouTuber ですね。それは逆に。そうなんですね。逆に実は俺、ペッキング系 YouTuber としてですよね。ですよね。よし、いいさ、よろしくお願いします。さあ。よろしくお願いします。あー、なるほど。まあ、あれ、ここ出し、ちょっと待った方がよかったのかな。やばいな。あ、まあまあ、これでペッキング系 YouTuber みたいなのがあるんで。ここ一発やって。おー、それは熱い。ナス！おー、おい！で、まあそうですね。まあ僕ぐらいになると、まあ、ここスコーツ。あー、それ。甘えた。甘えたパターン。甘えたパターンです。いや、あ、やべえ、結構まずいな。まあ、よくある、よく言われるんですよね、ほんとに。いや、これフリーズやだな。あ、いや、ここの位置やばくない？うわっ！イエーイ！おーい！え、今なんで死んだんすか？わかんないっす。いや、しかもまずい。お、来た！来た！あれ？危ねえ！危ねえ！見せていく！見せていく！よいしょ。あ、危ない危ない危ない！でもね、まあ、エンターテイナー、ね、こっからがエンターテイナーみたいな、ね、はい、まあまあそんなとこありますよね、言ったらね、言っちゃえば、さあ、よし、どうよし、いいんじゃない、よいしょ、いやちょっときまい、いやよいしょ、それはエッチエッチ、ちょっとそれはエッチエッチとして長いんで俺、いやちょっとエッチ、それはそれエッチよエッチよエッチよ、ライクジョゼイスエッチよエッチよ、大丈夫でーす。なるほど。なるほど、なるほど。まあでも、傾向と対策が判明しましたね。まあ、あれですよ。まあ変えてもらってもいいですよ。なるほど。まあ別に。ああ、なるほど。まあ、キキョさんが焦っているなら変えてもらってもいい。焦ってますよ。焦ってなますよ。なるほど。開き直るの最強だったら。開き直ると強い。ってことは。はい。まあまあ、なんでもいいですよね。悩みですよ、ほんと。これ言っちゃいますよ。じゃあ逆の発想で。真逆の発想で。いや、でも、ベッカ入れるじゃないですか。はい。ベッカ嫌っすね、僕的にはね。まあ、ベッカ入れなくてもいいっすけど。まあ、そうだね、僕ぐらいになると。何ですか、今の。遊んでました。あ、これ、え、これいいな。あ、僕残念ながらこれできます。残念ながら。お？あー、エッチよ。エッチよ。じゃあ僕、デッキ同じ。エッチよです。おデッキ同じでいこうかな。あれ別にいいんすよ。ビビってるのは変えていいんすよ。ビビって。え、いいんすか逆に同じで。いや、もう。同じような結果になっちゃうんですけど。いやいや、全然いいっす。あ、いいっすか全然、はい。じゃあ、ビビってるのは変えてもいい。おー、よろしく。よろしく。さあ。よろしく。やってもらいました。よろしく。いや、違うと。そうですね。まあ、そうですね。そうですね。そうですね。まあ、そうですね。まあ、ちょろいですね、やっぱり。まあ、そうですね。まあ、こっから始まる、まあ、あのミュージックあるんで。まあ、こっから始まるミュージックあるあるですね。やっぱ、すべては、ミュージックに完結するんですよね。やっぱ、すべてはね。すべてが。ファルティングですか。ファルティング坊やが、やっぱり、一番見たとこあるんで。まあ、そうですね。まあ、ファルティング坊やと見せかけての、はい、見せかけの、ああ、なるほど。これまずいぞ。一生歩くんですよね。やめてくれ。これ結構嫌っすね、これ。あー、ちょっと。はい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 。見せていく。はいはいはい。エッチよ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 、チヨだ。よいしょ。あ、それはまあ、よく、親の顔より三度の飯みたいな、違うか。ちょっと違う。しかも、ちょっと違う。ちょっとずれたっていう。しかもちょっと違う。まあ。あれ？親の顔より三度の飯は違いますよ。いろいろ違いましたね、それは。いろいろ。それいろいろ違いました。問題もありますよ。もうちょっとね、確かに。ちょっと謎でしたね。謎。まあやるなと。まあ、もう俺ぐらいになるとやっぱね、ベッカで遊んじゃいますから。でもそのお散歩を楽しませるまでありますよね。まあお散歩までもやっぱ楽しまなきゃいけないみたいなとこありますね。おっと、なのでフリーズを構えてるんですよね、どうすね。全然構えてないですよ。ただ、さあ。
としたんですか。別に一発本当に共有なんですよ、僕ぐらいの。ここなら、海外だからとか思ったんですか。いや、しかして違うんですよ。あ、違うんですか。いや、あのね、僕らになると、はい、結局ですよ、結局。結局ですね。結局。やべ。まあ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 。うい。まあ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 、まあ。うい。結局のところ、こういうことなんですよ。はい、はい、もう。もう一本いらないんですよ、僕ぐらいになると。一本は飾り。まあ、キヨキヨといえば一本は飾りみたいなとか。いや、まあ、それはありますね、正直。です。まあ、ここだけの話ですよ。ここだけの話。あ、正直。あ、もう逆にもういっちゃう。もういっちゃう。もういっちゃう、こう。これチンパン。それはもう。まさか。チンチンです。あれ？お、一発受けて？一発受けですね。あら、そっか。それ嫌だなぁ。それちょっと嫌みたいなとこありますけどね、ぶっちゃけ。まあ、ここだけの話。ぶっちゃけるのが大事ですね。言って。言って。ぶっちゃけ言って。ぶっちゃけ言って。やばい。痛い。頑張れ。あ！あれ、ぶっちゃけ言ってですか？バルーン強いっすね。正直。いや、ぶっちゃけっすよ。ぶっちゃけ。ぶっちゃけバルーン。ぶっちゃけるとバルーンが強い。バルーン強いっすね。あ、そういう感じの。さては。さては、バルーン。さてはバルーン好き乙女。バルーン好き乙女ですね。バルーン好き乙女で有名なんですよ。いや、ほんとうまいっすね、マジで。あ、それ、あ、わかった。それだ。俺がうまいだけだ、ただ。違う、それダメっすか。これ言いすぎっすか。うまいな。そうだ、うまいかも。なんなんでしょうね。やっぱ。いや、なんかバルーン4枚ぐらい入ってますよ、ね。いや、ほんとに。え、ほんとに?1枚。はいはいはい、うまっ、うまっ。いや、やまっ、ま、どうしたら勝てるんですか、僕は。さては、さては、ちょっと甘かったかもしれないです。甘い、はい、ちょっとやっぱ甘い。いや、うまいな。いや、ライキさんやっぱうまいっす。さてはうまい。さてはうまい。それだ、うまい可能性がある。うまい。え、俺、え、うまい、うまかったかも。うまい可能性ありますね。うまい可能性があるかもしれないな。うまい可能性あります、ね。それだ、それだ。あ、それでしたわ。あ、でも結論うまい可能性がある。かもしれん。それありますわ。それだ。ちょっとこの微妙な空気どうしますこれ。お互い着地が分かる、ね。着地、そうそうそう、着地がもう無限になんか無限にこうね泳いでる感じでした。そっか。ってことで、ってことででしたね。ってことでしたね。ってことででした。まあ、正直言うとちょっと。で、自由度がありすぎたかもしれないです。確かに。いや、そうなんですよ。逆に、はいはい、スーパーレアの中で、はい、なんだろうな、なんかちょっと、スーパーレアそもそも少ないですもんね、カード枚数的に。そうですね。でもやっぱり、はい、やってみた感想、割とバランスも取れて、ちょっと、あ、レア度縛りがよく、よろしくなかったかもしれないですね。それありますね。反省、反省。それ、反省、いや、それ僕の反省です、それ。あの、それだ。それだ。お互い反省。反省みたいな、やっぱ大事にして。反省点が大事ですから。また一歩。大人になりましょう。大人になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね。です。です。です。ではですね。まぁ、あ、ちょっと反省点が多い動画になっちゃったんですけど。動画でございました。ありがとうございました。まぁ、あ、楽しんでいただければなと思います。ではですね。まぁ、あ、今日はね、もうこれで4本目ですね。そうなんですよ。そうですよ。キヨキヨさんのチャンネル2本。ありがとうございます。あと僕のチャンネルでね、2本動画を撮らせていただいたんですけれども。ライキさんのもう1本のチャンネルの動画はもうすごい動画なんで。もうこれは、なんか、もう見れないですね。多分見れない。今後見れるかもわからないですね。いや、マジでそうですよ。年で1上がるか上がらないかのレベルの動画が撮れた。本当そのレベル。撮れたというか、そう。撮っちゃったみたいな。撮った。そうですね。偶然に。もう偶然ですね。まあ、撮れる、ああいう動画が撮れることはいっぱいあっても、あげることはね、いや、ないっすよ。年に1回あるかないかです、ね。年に1回あるかないかなんで。ぜひそちらを見てください。まあ、そちらの方を、ね、見ていただければなと思います。ということでですね、こんなもんですね。こんなもんで。こんなもんですね。こんなもんで。まあね、まあ、キヨキヨさんのチャンネルでもね、はい、もう、ちゃんと動画があるんで。ちゃんとね、動画があるんで。ちゃんと、そっちをね、見てください。お願いします。ごめんなさい。ごめんなさい。